ドミニカ共和国、サントドミンゴ出身の元プロ野球選手、宇トウミギ1996年12月15日に、ボストンレッドソックスと契約。2002年7月31日にトレードで、シカゴホワイトソックスへ移籍した。テキサスレンジャーズ時代2003年7月25日に、トレードで、テキサスレンジャーズへ移籍。 2004年5月14日にメジャーデビュー、8月には月間最優秀新人選手に選出された。9月13日、ネットワークアソシエイツコロシアムで行われたアスレチックス戦で観客と口論となり、椅子を観客席に投げ込み、別の女性ファンの顔面に直撃し重傷を負わせた。障害罪で逮捕され、コミッショナーからはシーズン終了まで、 出場停止の処分を受けた。2005年4月29日にトミー・ジョン手術を受けたため、2005年シーズンはメジャーで登板することなくシーズンを終えた。2006年9月8日にメジャー復帰を果たした。2007年はトリプル A 級のオクラホマシティレッドホークスで開幕を迎えたが、4月23日に故障者リスト入りしたエリック・ガニエに代わりメジャー昇格を果たした。 自己最多の59試合に登板し、シーズンを終えた。2008年も開幕を、オクラホマシティで開幕を迎えたが、4月22日に、故障者リスト入りした、ダスティン・ニッパートに代わりメジャー賞を獲得。8月25日に、クローザーのエディ・グアダードが、ミネソタ・ツインズへ移籍に伴い、クローザーに指名され、シーズン終了までに5セーブを記録した。2009年は、 自己最多の25セーブを記録。2010年は序盤に連続して、セーブ失敗をしてしまったため、クローザーから降格となった。オフには FA となったが、球団からの年俸調停申請を受諾して残留が決まった。トロントブルージェイズ時代2011年1月25日に、マイク・ナポリトのトレードで、トロントブルージェイズに移籍した。この年は、肘を痛めて、 開幕を DL で迎える。復帰してからも、投球内容が安定せず、セーブ失敗を繰り返して、クローザーの座を剥奪される。前半戦終了時点での防御率は5.92だったが、後半戦に入ると劇的に好転して、防御率1.37を記録し、トータルでは例年並みの成績を残した。オフに FA となった。 2011年12月6日に2年1200万ドルでニューヨークメッツと契約。2013年10月31日に FA となった。2014年4月14日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級では6試合に登板し、防御率0.00と高騰。5月10日にホワイトソックスとメジャー契約を結んだ。 昇格後は4試合に登板したが、防御率12.27と結果を残せず、5月22日に DF となり、5月25日に FA となった。その後、フルストロントブルージェイズに復帰したが、1試合にも出場することなく、7月14日に解雇された。ありがとうございます。